どうもこんにちは、翼です。今回は8月11日に行われました J1 第26節名古屋グランパス戦についてお話ししていきたいと思います。アウェーで行われた試合ですが、前節広島戦ではこれまでの対戦に比べて守備の安定度が出せていましたが、セットプレーから失点し、最後まで大迫の守るゴールを崩すことができず、ホームで敗戦となっていました。今シーズン連敗のないヴェルディはホームで勝利している名古屋にシーズンダブルを狙いました。松村が加入から2試合連続でスタメンを飾り、山見に代わってオリンピックから復帰の山田楓希が先発を務めました。立ち上がりはヴェルディペースで攻撃を仕掛けていきますが、前半6分パトリックに先制点を決められてしまいました。うまく縦に入られてしまったのと、ディフェンスラインのズレでオフサイドを取ることもできない中で失点を喫してしまいました。攻撃に関してはボールを保持できていましたし、2試合連続のミラーゲームでしたが、広島戦に比べて相手のライン間でボールを受けたりシュートまで持っていける場面は多かったので、正直崩せない相手じゃないかなと思いました。守備面でも相手のパトリックにボールが入る瞬間は怖さがあったものの、あの後追加点が奪われる展開ではないかなと感じました。それだけに 0-1 のまま試合が終わってしまったのはちょっと驚きを隠せないというところでしたね。後半初めのカウンターからの楓希のシュートは見事、本当に見事なものでしたが、惜しくもオフサイドラインを越えてしまっていて得点とはならず。楓希に関して状態も悪くないようですし、以前の U23 アジアカップ帰りの時のようにはならなそうで、今のところ良かったです。松村に関しても前回の広島戦もそうでしたが、やはり能力の高い選手ですし、本当に所属元の鹿島でなんで出れないのかが不思議なくらい良いパフォーマンスをこの日も見せてくれていました。あと斉藤光介も相変わらず気の利いたポジショニングで試合を作ってくれていました。それだけになぜ勝てなかったのか、初の連敗は記録という面では気にしなくていいかなと。そういう記録はいつかは必ず途絶えるものなので、そういったところは気にしたくないですし、ただ負け方が非常に悔しかったなと。これで順位も13位と一気に下がってしまい、降格圏との勝ち点も6差まで縮まってしまいました。残留への本当の戦いがいよいよ始まった気がしますね。こっから J1 に残留できるかどうかが一戦一戦大事になってきますね。次戦はアウェーとして FC 東京とのダービーを迎えます。相手も今節敗戦を喫していたので、できれば勝って8点差のない状態で迎えたかったところですが、前回は劇的な戦いを演じられてしまい2対2の引き分けで終わっていますから、次こそは必ず勝利を奪い取りましょう。今回は以上になります。よろしければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。コメントもお待ちしております。それではさよなら。